します。いや、家族でですね、うん、もうちょっとお父さんが会社が倒産して、うん、家族で昔にですね、子供が一人、まだ赤ちゃんでちっちゃかった、うん、奥さんは泳げなくて、もちろん子供も赤ちゃんだから泳げず、うん、ボートで真ん中の方まで行って、うん、ポンって身を投げたんですよ、うん、奥さん泳げず、うん、赤ちゃんも泳げず沈んでって、うん、夫だけは死にきれなかったんですよ。生き残ったわけね。で、そこから何年か後生活ができるようになって、うん、また新しく奥さんができて、うん、子供ができて、家族でキャンプに行こうってなって、うん、そこがたまたま同じ湖に行くことになって、夜中に水のバチャバチャする音が聞こえて、うん、え、ちょっとできないっす。え、ちょっと待って、途中でやめるとやめしやる。意味がからなくなってきた。切ろう、切れないぐらい、やふろやふろ、ちょっと待って、ナイス、よしよしよし、あ、やばいか、大丈夫大丈夫、届くか、頑張ろう。ちょっと待って、いや、あっちに熱しとく、あっちに熱しとく、こっちバレる、キロないよ。キロとかじゃない、全然ぶり上げれたかもしれない。全然、うん、よかったやん。今日一、今日一でかい、でかい。これでどんぐらい、750ぐらいかあって、うん、笑ってるじゃないですか。笑ってないですか、それ顔。いや、笑ってます。おめでとうございます。よかったっすね。あ、全然ない。全然ないっすね。感想を一言。苦い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 。また笑顔ね。今日笑顔いっぱい出すね。ポーカーフェイス。え、自分はいいです。いいです。一本だけじゃ付き合います。ございます。おはようございます。グッドモーニングでしょうか。グッドモーニングですね。いいですね。ちょっと出るのちょっと遅れました、ええ。でも今からですね、ちょっと本命の場所に
そうですね、はい、今回の狙いのポイントです。あ、昨日ね、なんだかんだ言って2杯ずつみんな、そうですね、ちょうど2杯ずつ、ね、今日こそはサイズの方をアップしていきたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。来た。よっしゃい。サイズは大きくはないけど、本日一投目でダイビングれた威嚇に感謝です。結構水深いです。豆味こんぐらいのイカバ引き寄る感じだけどね、言うたら。届かんやろ。落ちるば。そう、落ちるば。落ちんやったね。全然落ちやった。ここ？
疲れ様でした。お疲れ様です。いやーどうでした？発言性一泊二日。楽しかったです。仕事楽しかった。はい。フェーギングとショアジギバしたね。はい。二日で。疲れましたか？まあまあ自分的には、うん、満足納得。はい。良かったです、ね。はい。また行かんですね。はい。ぜひ行ってぜひ行ってみてください。ここはどこやったっけ？スウェーです。スウェー、はい、下五島です。まあ、車が必要な人はこの池田レンタカーで、池田レンタカーで、ね、安いので、安い、すごく良くしてくれるので、はい、おすすめです。はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。あなたはいろいろこう言うことがあるでしょ。いろいろ言うことがちょっと増えたでしょ。増えました、ね。昨日のやつとか見たらヤバかよ。最初のやつ。いいっすね。楽しい。嬉しい。久々っすね。たまらんっすね。たまらんっすね。この。嬉しい。楽しいって言うたくん。前半超楽しかったっす。前半超楽しかった。ファーストヒットだもんね。ファースト行ってた。うん。ファースト。しかも3日ぶりの時間の引きやつ、ね、うん、まあまあいいね、引きを、うん、テンションぶち上がりの、うん、朝からテンションぶち下がりのって感じで、昼からもちょっとずるって言ってたんですけど、うん、残念ながらちょっと下げることはできなかったんですが、とりあえずいいとこっすね。いや、とこよかったとこ、ポテンシャルはもうめちゃくちゃあって、うん、あとはちょっと自分の腕がなかったって感じで、うん、本当に全然イカ自体はいるかなと。まあ、魚も結構、魚もベイトいましたよね。ベイトも多いし、ちょっと大きいサイズの魚も結構いたから、うん、割と魚種のね、いろいろ豊富だから、ね、何をしてもいいのかな。そうですね、では宿もレンタカーも、うん、安いからですね。いやー、よかった。長崎でも釣れるけど、うん、ちょっと島に渡ってっていうのもいいよね。またちょっと違った楽しさがあるかな。うん、あとは車の中を行ったり、宿屋も楽しかった、うん、お疲れ様でした。今日釣ってないっていうことですかね。あ、いやいやいや、あのコウイカコウイカの300ぐらいですかね。いや、僕たちは許しても見てる人たちがどう思うかっていうところですよね。だってまた会う日まで、はい、バイバイ。